なんでランチョンマットみたいになっとる。トイレ行った瞬間にボーってマフラーの音したから焦ったろ。まだ吹いてない。前者抜くことはないと思う。今日失敗した。安全。
そこから絶景砂岩にバーンと行ってもさ、うんうん、使うのもおかしいでしょ。だからちょっと86年生で探らなかったらダメなんだ。チムちゃん走んなよ。チム行くよ。あとさ、チムさ、ちょっと今日いい、まあ、こんなこと別に言うことじゃないかもしれんけどさ、前さ、なんかあのメロンシャーベットみたいなやつとか置いてあるとこに溶かちゃった確かに、はい、暑い時にお前たち何か食べてたでしょ。赤いのとえ、あ、かき氷のね、結構量あるんじゃない。かき氷ってこのぐらいの入れ物にこんな感じじゃない。うん、で最後も嫌で捨ててたでしょ。食べたよね。食べてる、捨ててたよ最後。じゃあさ、最初のさ、行さんある時点でビジュアルがいい状態でさ、あそこの引き出しの中にさ、お皿とかいっぱいあるんだからさ、うん、加藤さん食べませんかとか、兄さん食べませんかとかって。確かに、そこまで回らず。なんでそういうのせえへんの。そこまで回らず。なんで。あ、かき氷だって。ブラックチームだって。なんだよ、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 なんか急にあれ。だっていつもそうじゃん、カメコからもらってるやつさ、カメコの前ではさ、うん、皆さんありがとう、わーってやるけど、カメ食べよーって一口食べてさ、写真撮ったよってやってたら、なんだこれ、なんだこれ、その言葉やばいですけど、なんだこれ、なんだこれ、なんて美味しいって、味とか言ってやって本当にありがとうございます。でもさ、ちょっと周りの人ビックスが気付けた方がいいと思うんだよ。だってさ、3秒前まではうわーこうやって自分でカメラ向けながらうわー嬉しい、いただきますとか言って食べてんのにさ、ピッてなんかこの辺のカメラのボタンピッと押した瞬間、なんだこれ、あの変わりようさ、ちょっとマジで、ね、やめてくださいよ。なんかそうっぽくなっちゃうじゃないですか、そういうこと言っちゃうと。言っちゃうとやってないんだよとか。あれ生放送の時って嫌がってたよね、生放送。ラバーで日持ちするやつの方がさ、あのリセンスバリューがさ、スタバのカードがいいって言ってました。スタバのカードがいい。あ、売れる、まあ、金お金だもんね。あのこれ多分ね、あのこれからもらえる、もらいたいものを言っておいた方がいいです。皆さんも見ていただけると思うんで、チームちゃん何がいいかっていうのをちょっとカメラに見たら、確かに、いくよ、3、2、1、9、はい、いや、そんなスタバが嬉しいです。向けたね、ようやった、ようやったぞ、自分できたね、よくできた、成長した、一生懸命俺がもうストーリー作っていたの、最後ちゃんと締めれてよかったね。よくできたね、ジムにさ、すごいと思う、頑張りましたね。まあ、元は当たり前に、はい、皆さんお疲れ様でした。まあ、我々もね、まずやっぱり安全がね、安全、走り切る、ね、ということを明日、ね、決勝ございますが、楽しく安全にやっていきたいと思います。それでは、ご賞をお願いします。乾杯、乾杯、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、撮ってあげましょうか。それも中継しますか。待ち受けのために待ち受けのような写真を撮ってもらうんで。色濃いですね。じゃあ、またその写真、確かに変顔、結構これかかってます。勝負師の顔が確かに。待てよ。はい、行きます。いいですか。いい自分の顔映っとるから。いいですね、それ待ち受けです。みんな全くチーム取ってないよ。嬉しく頂いてましたか。
本当にこれね、でもこぼしそうですね、酔ったらジャンス、これの、この雫を何て言いますか、何て言うか分かりますか。急におじさんクイズじゃないですか。おじさん言うな。知らんやんと。あ、どうでしょう。じゃあ、なんて言えばいいんだろう。クライアントのおじさんクイズ。うん。痛くない。あの厨房も、なんかお客さん半分いなくなってる。お客さん半分いきなりいなくなってる。あんたよく平然と、えっと思っちゃうんだよな。真剣にやってます。不思議だなぁ。おっと、来た。何時からコースに？あと何分？まあ、俺もこっち行ったでしょ。朝日ステーション。そうなのにさ、誰かお前んとこ入ってたんだよ。でそれを俺ちょっと待ってようと思って待って、トントンとひまりって言ったら全然答えが入ってこなかったんだよ。そしたら違う人やったんだよ。それを俺はずっと待ってたからこんな遅なったんだよ。で俺は全然知らん人にお前外からノックしてひまりって言ってもお前が先行きますかなんか言ったらお前そういうこと怒らへんかった。しれっと帰ります。お前のせいだI'm sorry.
ーズンはこの大会も含めて7戦国内主要サーキットを組み、ランニングのポリスチャットなんですけど、コンスタントにポイントを稼いで50ポイントを獲得しているんです。193番の岡本大輝と、今回はライスの方に専念をしておりまして欠場しています。平田響が35ポイントで並んでいます。堤と岡本のランキング2位のポイントギャップは12ポイントなるぐらいのメンバーが揃っています。国内トッププロが同じ道具を与えられて、そして以外に何が言うと思います？40代中1秒以内ですよ。いつもね、20代とかお伝えするんですよ。そうするとうわー、それは言いますよ。上だけではなく中盤にもですね、スタードライバーが密集していて、ここがですね、意地と意地とのぶつかり合いをハイレベルなところでやり合うわけですから、まあ大変なレース。
皆さん。ありがとうございます。なんかおめでとう。おめでとう。ありがとうございます。去年のスロー以来の一番高いところ、そして大きなトロフィー、松井選手、おめでとうございます。さあ、続きまして、抜かれたのは不本意だったと思いますが、ポールから表彰台獲得、菅波東吾選手、おめでとうございます。そして久しぶりにこの表彰台を味わいます、今シーズン波に乗っております、小川亮選手、おめでとうございます。お疲れ様でした。お疲れ、ありがとうございました。忙しい2日間でしたわ。まあ大変ですよ、でもこれが仕事なんでね、これからも鏡を目指してやっていきたいと思います。あとやってきますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ずっとなんか目が合わない。目が合わない。見られてる。この人です。お疲れ様でした。あとはお願いします。